なんか、Tカード会社が4000万人分の顧客データの販売を本格化させるようで、ネットで物議を醸しているみたい。4000万人分の顧客データの販売。めっちゃやばくない？では、どのような内容なのか見ていくね。カルチュア・コンビニエンス・クラブ、CCC が、Tカード利用者の個人データ販売を本格化させる。使われるのは、全国5300の提携企業から集めた私たちの利用履歴だ。CCC 側は、規約で説明し、利用者の同意を得ている、というが、自分が同意したと気づいている人はどのくらいいるだろう。そのような同意は、果たして有効なのだろうか。有識者から疑問の声も出ている。CCC 参加の CCC マーケティングによると、Tカード利用者は現在約7000万人。30代では、同世代の日本人の 81.4% に上る。ツタヤのほか、コンビニ、ドラッグストア、ガソリンスタンド、家電量販店やネットショップなど、約5300社の15万店舗で、ポイントを貯めたり使ったりすることができる。CCC は、こうした提携企業から、利用者がいつ、どこで、何に、いくら使ったかの履歴を長期にわたり入手している。さらに機械学習で、これらの情報を一人一人プロファイリング、分析し、浪費タイプ、助言信用タイプ、肩書き気にするタイプ、情報拡散タイプなど、370以上の項目をスコア化したデータベース、顧客 DNA を作る。提供データから氏名などは削除されているが、受け取る企業は、識別紙によって、どの顧客のデータか知ることができるので、実態は、個人データの提供に他ならない。提供対象の情報は、ウェブサービスを使える T サイト利用者4000万人分だ。これってなんだか、ものすごく恐ろしいことのように思うんだけれど。だって、CCC から顧客データを受け取る企業は、識別紙によって、どの顧客のデータか知ることができるんだから、要するに、個人データの提供そのものだよね。個人情報保護法に引っかからないのかな。ネットでは、次のような不安の声が多く上がってるみたい。なんか、してやられた感すごいんだけど。その対価としてポイント手に入れてるし、仕方ないね。もうポイントいらね。日本人の3分の1のデータが売られる。やばすぎやろ。面倒がって作らなくてよかったわ。個人情報だけ隠してビッグデータとして売るんじゃなくて、個人情報そのものを売っていくのか。堂々と、お前らの顧客データ売り回す宣言する企業、初めてちゃうか。なるほど。自社顧客に対して、CCC 側と同じルールで顧客の識別紙を生成できて、生成した識別紙で付き合わせすることで、CCC 側にある個人データリストから本人を特定できるということか。これが事実なら、個人情報保護法の要件満たしていないように見えるけど、消しても個人情報消えなくね？これ保険の契約と同じで、利用者が同意したことを認識していなければ、裁判で負けるよな。個人を特定できない形のデータ販売はありだと思うけど、これは完全にアウトだと思う。中国に悪用される気しかしない。中国企業や韓国企業にも売ることができるのか。最悪だな。いろんなところで T ポイント取り扱いやめててくさ。持ってるだけの人が多そうなイメージ。オレオレ詐欺に使われるのか。ポイントが貯まる、とか言って、こんなクズ会社のカードなんて作るからこんなことになる。個人情報を売って、ゴミみたいなポイント貯める卑しい人間にだけはなりとうないわ。ポイント利用時の位置情報を売るとか気持ち悪いね。いや、規約に同意したのはお前らだからわらわらわら。LINE の顧客データが中国で閲覧できてる方が危険だろ。もしも CCC が中国企業に顧客データを販売しようものなら、ものすごく危険だよね。何せ、悪用されるような感じしかしないもん。でも、そうは言っても、利用者側も CCC 側も規約で説明し、利用者の同意は得ているとの主張を突きつけられると、何も反論できなくなっちゃうよね。悔しいけれど。まあとにかく、T カードの解約が加速するのだけは確かだろうね。契約書。面倒だけれど、ちゃんと読まなきゃいけないね。今回の件で、つくづくそう思ったよ。